クリスマスケーキには欠かせないいちごの話題です。日南市北郷町にあるいちご農園では去年よりも10日ほど遅れていちごの収穫が始まっています。栽培している38アールのハウスには美味しそうないちごが実っています。品種はすっきりした甘さが特徴の佐賀ほのかや糖度が自慢の弥生姫など8品種で、収穫されたいちごは主に市場へ出荷されます。今シーズンのいちごの生育について、台風の影響で植え付けが遅れたりとかで少し遅れたところはあったんですけど、まあなんとかですね、クリスマスの需要には間に合ったかなというところですね。苗作りがですね、いつもよりか思うようにいかないところがあってですね、で植えた後の、天候には恵まれたんですけど、やっぱりちょっと暖かかったりとかで、急に、冷えてきたりとか、そういった影響がですね、やっぱ若干出てきてるかなというところあるんですけど、まあなんとかなってるかなというところですね。南いちご農園では1月2日からいちごの摘み取りと直売が始まります。合計8品種ありますので、まあ、そういった味の食べ比べだったりですね、まあファミリーですね、家族でですね、なんかいちご狩りを週末ですね楽しんでいただけたらなというふうには思ってます。摘み取りの料金は 100g あたり200円で、2月から食べ放題のプランを予定しています。日南市によると、去年日南市全体でのいちごの収穫量は 19.5 トンありました。